ね、テントはね、ちょっと奥に人いたんでね、入らなかったんですけど、見たかったら、アドチャンネルさんのね、雲取山の動画で詳しくやってますんで、これが気持ちいいよね。いや、ほんと、こういうののためにね、登ってる感はありますよね、この稜線のね。はい、滝が凍ってますよ。氷瀑。氷瀑っていうほどでもないけど、あー、でもちょっと流れてる、ほら、ぬおんぬおんぬおんってなってる、気持ち悪い。はい、おはようございます。ね、もう出落ちですね。今日は雲取山、日本百名山雲取山来てます。ここはね、わかるかな、小袖駐車場というところですね。ちょっとね、山から登ってくるところに、国道からね、登ってくるところにあるんですけど、ちょっとね、道がね、若干凍結してるんで、雪対策が必要ですね。まあ、そんな感じでね、登ってきていただいて、国道から2キロくらいかな、行ってくるとここの駐車場があるということでね、結構止まれますね。40台ぐらい止まるのかな。でね、トイレがね、そこにあるんで、ちょっとね、冬場なんでね、やってないかなと思ったんですけど、ちゃんとね、やってましたね。すごいな。なんか、前、例年はね、なんか、閉鎖するみたいなんですけど、今年は普通にやってました。なんか進化したんだと思いますよね。ヒーター入れたとかね。いや、そんなこんなでね、まあ、快適なね、駐車場でした。はい。はい。というわけでね、早速ね、雲取山、行きたいと思います。雲取山はね、10時間ぐらい、トイレのところにね、すごい、脅し文句みたいなのが書いてあって、10時間ぐらいかかるんで、体力ない方は気をつけてください、みたいなことがね、普通に、とつとつと書かれてるんでね。まあ、そんな感じでね、今日はね、朝早いんです。今、7時ぐらいにスタートする。7時半ぐらいか。さすがに、ちょっと明るくなってきた時に、スタートするっていう感じなんですけど、さすがにね、奥多摩なんでね、寒いっす。マイナス6度。今の気温で、めっちゃ寒いです。普通にね、ほぼ雪山の格好で今、登り始めてますね。ちょっとね、今日は、まあ、距離、お昼ぐらい前にはね、登頂できると思うんで。まあ、それぐらいにね、登頂して、まあ、暗くなる前に降りてこようという感じで、行きたいと思います。じゃあね、しばらくね、この、シャドウ歩きになりますんで、行きましょう。はい、こっからね、入ってきます。じゃあね、行ってきましょう。いや、熊出没注意多いな。あ、すげえ、地面凍ってる。こんな感じでね、しばらくはこういう道をね、ここはね、一応車道なんですけどね、多分通行止めになってるんでね、こっから先は多分、はい、業務用の車しか入らないと思いますね。感じで、キツツキの音ですね。いや、がっつり雪だな。一応ね、合図はないんですけど、今日はチェーンスパイク持ってきましたんで、多少のね、積雪はいけるかなっていう感じですね。はい。スタート時点からね、結構降ってます。今ね、標高750ぐらいだと思うんですけど、まあまあ積もってますね。いやー、これは楽しくなりそうですね。じゃあ行きましょう。はい、登り始めてね、15分ぐらいかな。このね、小屋の、ちょっと廃墟的なものがね、見えてきました。まあ、これがね、逆にね、帰りはね、まあ、帰りも、行きも帰りもね、ピストンで行きますんで、帰りはね、この、まあ、声が見えてきたら、ね、ゴールは近いぞ、ということがね、わかるかなと思いますんで、ちょっとここは覚えておきましょうね。こんな感じでね、行きましょう。一応ね、実はね、雲取山はね、初めてじゃないんですけどね。前はね、3月の末ぐらいに登ったのかな。もちろん全然雪とかもないタイミングでね。まあまあ寒かったと思うんですけど。まあそんな感じでね、登れたんで、ほんと今ね、1月のね、末ですから、厳冬期に登るということで、ね、まあ初めて見る雲と山の姿かなと。ほら、真っ白真っ白。すごい。こんな感じですね。歩き始めてね。1時間ぐらいかな。水ほろ岩とかいうところに来てますね。こんな感じでね、平将門のね、なんか、逸話みたいなのが、乗って、先行ってもらおうか。乗ってる場所ですね。なんかね、こんなのがたくさんあるんですよ。どうどころ。
チャニッパって言ってましたっけ。ちょっとね、こんな感じですね。はい、歩き始めてね、1時間半ぐらいかな。ちょっと急登がね、傾斜がきつくなってきました。で、ここはね、富士見ターンということで、見えますか？ちょっと待って。ほら、木があって見えねえじゃねえかっていうね。はい。いやー、素晴らしい。こんな感じですね。あー、ちょっと飛んじゃってるかな。まあ、富士山がね、肉眼だと非常にね、美しく見えるっていうね。ここで富士山のね、ベストポジをね、教えてくださるというね、ありがたい、小粋な計らいですね。ちょっとね、でも少し息が上がり始める時期な、タイミングなんでね。ありがたいですね、こういうのはね。はい。というわけでね、今、標高1300超えるぐらいまでね、上がってきてますね。だいぶ、来てます。結構ね、急登なんですよ。急登ってほどでもないか。まあまあの傾斜がね、さっきから、ほんとね、その、途中までずっとね、緩やかな登りなんですけどね。これが少し傾斜が出てきますね。はい、こんな感じで。雪もだいぶね、乗ってるんで、まあ気をつけつつですね。今のところ普通の、つば足で行きますね。チェーンスパーはまだ出番ないかな。っていう感じで。うわ、別にわざわざ下降りなくてもここから綺麗に見えたっていう。はい、富士山もね、見えつつ。じゃあ登っていきましょう。はい、ここはね、マムシ岩というところですね。マムシ岩自体はね、多分ここら辺の、が蛇のトグロを巻いているように見えるとか、まあそんな感じかな。わかんないけど。まあそれはいいんですけど、山頂までね、5.4 キロ。登山口まで 5.4 キロ。というわけでね、ちょうどね、中間地点まで来たというところですね。雲取山の山頂までの中間地点まで来たということで、かなりね、感慨深いものが、一応ね、1時間半ぐらいかな、今。だいぶいいペースでは。あるんですけど、こっからね、結構ね、傾斜きつくなると思うんで、まあ、そんなにね、同じペースで登れないかなっていう。七つ石山か、っていうね、まあ、なかなかな山をね、越えてってね、そこの手前がね、すごいきつかった記憶はあるんでね、そんなにね、まだ半分まで来たなって感じはしないですね。七つ石山を越えて、ようやく、半分かな、っていう気持ちで、臨みたいと思います。ね。ずっとね、同じ景色なんですよ。いや、ゆるい登り坂なんでね、ありがたいんですけどね。ずっと同じ景色なんでね、なかなかね、方向感覚というか、どこまで来たか感をね、わかりづらいんでね。そこら辺はね、気持ちを強く持って、ソロで登山の方は結構大変かな。気持ち的にね。グループで登る方はね、なんか、あれここさっきも通んなかったっけみたいなね、小ボケをしつつね、行ければいいかなと思うんですけど。一人だとね、リアルで不安になるんで、気をつけていきましょう。はい。じゃあ、そんな感じです。はい。ここがね、七つ石小屋との分岐ですね。一応ね、ここをね、右に行くと、こっちに行くと、七つ石小屋ですね。で、こっち行ってもね、熊取山か、行けるんですけど、そこをぐるーっと回ってね、脇道になるんで、七つ石山は、通らない。なんかそこら辺に前水湧いてた気がするんですけどね。正式な水場じゃないみたいですね。ということでね。あ、違うか。もっと先だ。七つ石小屋の先の分岐で水が湧いてたのか。じゃ、ここは石、水湧いてないです。ただの分岐ですね。ここをね、右に登っていく道が、あれですね。こっちが、七つ石小屋方面。とりあえずね、行きはね、ちゃんと登りたいと思います。帰りはね、絶対巻くと思うんですけど、気持ち的に。息はちゃんと登りたいと思います。いやー、ここはね、急なんですよ。もうね、今ね、1550ぐらいまで登ってきてましたね、標高が。七つ石山がね、1750なんで。まあ、あと200ぐらい、ここでグッて登る感じですね。2、30分の、コースタイムでしたね。でもめっちゃ急登だと思います。これ結構きつかった記憶があるな、前来た時。いやー、寒いですね。気温はね、日当たりがいいんでね、ギリギリ持ちますけど。まあまあ涼しいですね。あ、でも、汗だくなんですよ。と言いながらも、っていう微妙な具合ですね。大滑る。ちょっと凍ってね、雪も。そんな感じで。ああ、富士山また綺麗。どうでも綺麗だな。ほら。ねえ。はい、じゃあ行きましょう。はい、七つ石小屋ですね。だいぶ来た。という感じでね、ちょっとね、すごい、ここはね、常営業なんでね、
なんかあった時はね、ここにお世話になればね、あの命はね助かるんじゃないかなと。まあそんな天候悪い時に登るなって話ですけど、はい。というわけで、七つ石小屋ね、ちょっとね人がいたんでね、ゆっくりは取らずにすっと素通りします。奥にねテント場があるんでね、テント泊の人もね、あのご覧になったら、あのお役に立つからと思います。誰目線だ。あのね、テント場ね、ちょっと奥に人いたんでね、入らなかったんですけど、あの見たかったら、あのアドチャンネルのさんのね、あの雲取山の動画で詳しくやってますんで、あのね、ここでね人の動画の宣伝をするっていう、まあちょっとあのよくわかんないことやってますけど、アドチャンネルさんの動画見たらいいと思いますんで、はい、私はねそのまま先に行きます。はい、というわけでね、だんだん登っていきましょう。いや、そう、多分ねちょっとそこら辺にね、水場があったような気がするんだよな。うん、あれだね、あの多分ねちょっと黄色くなってるポイント、あそこが水場ですね。ちょっとまあワープしましょうか。はい、水場ですね。あの黄色いのタンクでしたね。見てください、これ水が出てますよ。下がね凍ってるんですけどね、水がちゃんと流れてる。いやね、すごい。なんでね、この厳冬期でも凍らないんで、多分ねよっぽど寒くならなかったら大丈夫だと思います。はい、なんかね流れる水は凍らないって、あの八甲田山っていう映画でね、あの覚えた知識なんですけど、なんでね水はねシャワシャワになるように持っていくとね、雪山でも凍りづらいかと思います。はい、とりあえずね、なんと石山、ちなみに左からもね、あっちのね奥からも行けるんですけど、奥からだと多分ね、山頂を巻く感じになるかな。まあ、せっかくなんでね山頂を取りましょうかね。うん、そんなにねもうここからだと、まあ、100メートルぐらいしか登んないと思うんですけどね。あー、すっげー風冷てー。はい、せっかくなんで登っていきましょうかね。いやいやいや、もう雪雪してるわ。はい、こんな感じです。はい、まだね夏石小屋の山の手前なんですけどね、夏石山ね手前なんですけど、もうだいぶね雪国感出てきましたよ。すごい。これはね石折り重走路っていう、前ね鷹の巣山っていうのを登った時にねからそこあったんですけど、そこからね続いてる道ですね。ほんとね重走路って感じで気持ちいいんですよね、この緩やかな ねアップダウンをね、こう稜線に沿ってこう行く感じ。ここはね、まあこの辺りのね、この山系のね、醍醐味的な、あれ、あ、違うな、俺道間違えてんの、こっちだ、雪道を、これどうなってんの、ちょっと待って、どうなってんの、どっち、あっちかな、こっちじゃないな、ちょっとやばいっすね、危な、こっちか、いや、ほんと全然わからん、ルートファインディング能力が試されますね。どっちかでも行けそうだけど、あ、上から行ってる人もいるな。まあ、こんな感じですね。もうちょいです、山頂。いやいや、結構深いですよ、これ。もう10センチぐらい積もってるな。まあ、傾斜がね、そんなないんで、馬鹿んとかね、そこまでではないですけどね。まあまあな、雪の量になってきました。やっぱり1700メーターぐらいにね、上がってきてますんで、なかなかな感じですね。日当たり良くても全然溶けない。もう気温になってます。寒い。いやね、気持ちいいね。ちょっとね、雪がね、反射するっていうことをね、うっかり忘れてね、ノーサングラスで来てたんですけど、これはね、サングラスかけた方がいいですね。やっぱ雪で、反射で目がやばい。焼ける焼ける。目が焼けるって言い方ないか。いや、目がくらみますよね。やっぱりね、ちゃんとね、サングラス、ゴーグル、まあゴーグルつけるほどじゃないか。吹いてるわけじゃないから。はつけた方がいいですね。でもね、サングラス的なものをね。っていう感じで、今もうちょいで、七つ石山登頂できます。行きましょう。はい、まだねついてないんですけど、こちらがね、七つ石神社、なんか平の正門のねゆかりの神社みたいですね。ということで、もうすぐ山頂、そこがね山頂だったと思います。まあ、カウントダウンがね、続いてるというところですね。すごい、たどり着いた感すごいけど、まだね
七つ石山、全然手前ですね。はぁ、着いた。7割ぐらい、6割ぐらいかな。で、こっからね、重走路が続きます。あそこにあるね、もうちょっと背の高い山、あれがね、雲取山かな。上にね、なんか小屋的なものが見えるし、あれっすね、雲取山。うわ、すごい、あれはなんだ、南アルプスかね。すごいね。あれがね、見えねえか。あれがね、雲取山。あれが南アルプス。で、富士山が、見えない？富士山が見えない。そうっすね。富士山が。うわ、ここだな。ウェスポジ。富士山も見えますよ。お空パネルがある。っていう感じでね、まだ中間地点です。あー、寒い。はい、今ね、七つ石山からね、降りる道ですね。稜線に降りる道ですね。すごいね、雪が積もってるんで、まあ、このタイミング限定だとは思うんですけど、めっちゃ滑りやすいですね。超寒いんですよ。しかも、吹き下ろす風がね、来てね、めっちゃ寒い。耳が痛いし、手が痛いし。さっきね、登ってる時全然平気だったんですけど、下る時は非常に危ないですね。で、滑るんでね、チェーンスパイク持ってる方はね、惜しみなくここで履きましょう。ちょっと私はね、ちょっとね、まだ、履いてないんですけど、まあ、ゆっくりね、その分、降りないといけないと思いますんで、ゆっくりに今、降りてるところです。なかなかね、きついですよ、ここ。まさかだのね、なんか瞑想ルート1から始まってるみたいですけど、10ですね。終わりました、ここで。ここはね、気持ちのいい、ぶな坂ここでね、あっちからまっすぐ降りてきたんですけど、右側にね、まあ、組道だとさっきの、七つ石街の手前のね、分岐までぐるっと行けるっていうね、結構ね、ショートカットのコースになりますね。はい、ここら辺がね、気持ちのいい稜線歩きになりますんでね、雲取山の中ではね、多分人気が高いエリアかな。すっげー寒い。ほんとね、七つ石小屋から奥に入って、七つ石山からか、奥に入ってきたらもう急に気温下がりましたね。まあ多分下り始めたっていうのもあるんですけど、めっちゃ寒い。手が痛い。顔が痛い。耳が痛い。いや、まあそんなのはね、ちゃんと、ね、対策してこいっていう話なんでね。今またね、雪山の装備に戻りました。さっきね、登ってる途中暑くてね、いろいろ、はだけながらね、登ってたんですけど、またね、完全防備で、バタヤこれも、なんだっけ、ゴーフロも寒さでダウンしてるんで、温めながらバッテリー変えながら登ってます。ね、じゃあ騙し騙し登ったの。今、ゴーフロも動かしてる状態です。いや、でもこれが気持ちいいんでね、ぜひ登しておきたい。いや、ここですよ、ここね。この辺り、奥多摩小屋のまだまだ手前なんですけどね。ここら辺がね、石尾根のね、この醍醐味的なね。ほら、もう、ほら、こんな感じよ。いやー、まだ見えねえか。見えない。ちょっと、倍率の問題でね、見づらいかもしれないですけど。ちょっと雪乗ってですよね、知らんでて。でね、振り向いたら。あそこにね、富士山。という感じでね。素晴らしい、この気持ちのいい稜線歩きがね、もうね、むっちゃええやんっていう感じですね。すいません、関西圏の方、イントネーション違うと思いますけど、すいません。はい。まあ、そんな感じでね、楽しくね、登ってる感じとなっております。これが気持ちいいよね。いや、ほんと、こういうののためにね、登ってる感はありますよね、この稜線のね。うちの妻とかはね、我々夫婦はね、天国って呼んでるんですけどね、まさにこの天国歩きのためならね、七つ石山の前の地獄もね、頑張って登れるっていう感じですね。いやいや、気持ちいい気持ちいい。ね、こんな感じです。はい、まぁ、ちょっとね、画面だと見づらいかな。雪が溶けて、ぐちょぐちょになったとこ踏むとなんかデコボコになるじゃないですか、足跡がついて。それのまんまに水分がね、凍ってね、なんか溶岩地帯みたいな、
歩いてるな、もうどこつごつした岩場みたいな、あ、もう終わっちゃったなっていう感じのね、場所になってましたね。すごい、やっぱ寒いですね。日当たりいいんでね、今だいぶねマシになってきたんですけどね、まあそれでも寒いわ。まあ景色がご褒美ってことでね、いやいいわ。これがねあるから2時間ぐらいね、あの地味なね、あの樹林帯歩きもやれますよね。いやこれはいいわね。こっからずーっと景色いいですからね、雲取山山頂着くまで。もうねこれはね、もうご褒美タイム各編がずっと続いてるみたいなね感じですよね。最強。いやーこれいいわ。はい、じゃあね、とはいえね時間もありますんで落ち着いていきましょう。はい、ここがねヘリポートですね。もうちょっと行くとね、奥多摩小屋のとこだと思います。うわ、日当たりいいけどバッキバキに凍ってますね。スケートリンクみたいになってる。はい。なんで踏みに行くのかっていうね。子供じゃあるまいし。はい。H のマークね。これがね、ヘリポート。そして富士山はずっと綺麗。素晴らしいね。もうちょっと行くと奥多摩小屋後ですね。これから目指すね、雲取山がね、あ、ちょっと今隠れちゃったけど、あっちの奥の方に見えました。はい。いや、日当たりがいい。日当たりがいいんで、だいぶね、体も温まってきましたけど、まだまだね、GoPro さんは辛そうですね。やっぱり調子が悪いです、GoPro さん。寒いんで。バッテリーはもうすぐ1回目が落ちちゃってね、今2回目の取り替えてます。はい、じゃあ行きましょう。まだありますよ、距離は。はい、ここがね、奥多摩小屋の跡地ですね。トラロープが張ってあって、ちょっとだだっ広い場所があるのが目印。でね、ちょっと聞いちゃってるんですけど、水場がね、あるらしいんですけど、降りてったところに。ちょっと今やってるかどうか、わかんないですね。まあ、その、奥多摩小屋がなくなった時に、もうメンテナンスをする人もいなくなってると思うんで、どうなってるかわかんないですけど、奥多摩小屋がね、ここにありましたということで、確かにね、場所はあります。だから老朽化でね、なくなっちゃったみたいなんでね、取り壊されちゃったみたいなんで、ね、もう今は跡形もないですね。はい、というわけでここはね、もうちょっと行って雲取山荘まで行くか、山頂越えてね、あの手前の七つ石越えで休むっていうのが、まあこのね雲取山の参考のモデルコースですかね。うん、実際に朝早く登ってきて、登った時にね降りてくる方いらっしゃったんで、さすがにね2時は最後に登った方じゃないと思うんですけど、深夜にね、多分朝ね、山荘から、雲取山荘とこから出発された方だと思うんですけど、ね、降りてこられる方もいたんでね。まあ、そうやってね、一泊して、ゆったり登るのもいいんじゃないかなと思いますね。もう私は基本的に日帰りなんですけどね。まあ、ゆったりしたね、ちょっと参考もね、やってみたいですね、たまにはね。はい。ここ、巻くでしょう。あれ？どっち行ったかな？ちょっとね、ピークはね、ピークちゃんは撮りたいような、撮りたくないような。撮らないですね。さあ、行きましょう。尾根道、巻き道。撮りたいんだけど、ちょっとやめときます。はい。はい、巻き道をね、歩いてたら、見えるかな？微妙なとこだな。鹿がね、そことね、そこにいる、そこ、あ、そこのはもうちょっと隠れちゃってるけど。見えますかね？ちょっとあいつら保護色になってるから。ちょっと見えないけど、鹿三人トリオですね。三鹿トリオか。はい。そんな感じで。なんか、あんま、我々を見てもね、驚かないですよ。なんか喋ってる猿がいるなぐらいしか思ってないんでしょうね。まあ、そんな感じですね。はい。鹿もね、5つ。まあ、巻き道通るとね、鹿にも会えるということで、ね、帰りね、上、通ってもいいかもしれないですね。あ、でも、まかない道だと鹿に会えたのかな、ばったり。まあでも鹿もびっくりして逃げますわな。はい。じゃあ、そんな感じですね。いや、この雪踏む音がいいですね。キュッキュッキュッっていうね。いや、厳冬期、雲取山、おすすめです。まだの方はね、急いで。まだまだ間に合いますよ。はい、小雲取山ですね。の、登りがね、結構きついんですけどね。一緒にの道はね、これなんですけどね。いや、富士山綺麗。結構、まあ上がりきったとこですね。もうちょいですね。雲取山。あそこに、
ちょっとうっすら見えるんですけどね、あの避難小屋が見えるんで、本当に本当数百メートルだな。ちょっと一丘登ったらって感じですよ。まあ、大本山もそんなに、この先アップダウンそんなないんでね、あ、登るのは登るけどね、大本山はちょっとピピークになってるんですけど、そんなに下らないんでね、このまま行けるかなって感じ。いや、いいっすよね、まだね、小雲取山って、小さい雲取って言ってもらえるだけね。あの牧畑山のね、8号目なんかの偽牧畑山とか言われちゃってますから、ね、かわいそうにね、別の名前つけてあげればいいの。それかね、前牧畑とか ね、そんな感じでいいと思ったのに、偽とか言われちゃってかわいそうに。まあそこで満足してね、帰っちゃう方が多かったのかもしれないですね、昔ね。でね、怒りを込めて偽牧畑と言ったのかもしれないですね。まあ、山の名前って結構そういうの、歴史とかをね、見ていくと面白いですね。はい、避難小屋見えてきましたね。いや、だいぶ近いっすよ。今日のね、フィナーレが、あ、フィナーレじゃないのか、フィナーレはね、あの、お家に帰るまでなんでね。まあ、動画はね、とりあえず、駐車場着くまでやりますんで、そんな感じですね。もうちょいっす。雪はね、なんかぼちぼちですね。確かにね、あのチェーンスパイクなしで行けましたっていう、活動日記、ヤマップで、報告が多かったんですけど、本当にね、なしで行けると思います。ちょっと七天市の下りのとこだけ怖かったけど、まあ、あとはね、問題なく進めると思います。まあ、最悪雪のないところ歩けばいいんでね。そんな感じです。はい、富士山からの、この雪のね、シルクロードをね、歩いてきたわけですよ。あっちのね、奥からね、あそこは多分、登山道なんですけど、そこをーっと登って、またじゅーっと上がってきて、そこにね、山頂手前の避難小屋があります。ここをね、登り切ったら山頂なんですよ。いやー、いいわ。天気がいいんでね、寒かったり暑かったりするんですけど、とりあえずね、あったかいですね。あったかい。ここは大丈夫。日当たりいいんで、雪もね、だいぶ溶けてますしね、そういう意味でも非常にいいですね。ここはね、もういわゆるビクトリーロードですよ。山頂手前の。いや、結構長かったな。結構ハイペースで来たんですけどね。結構長かったですね。6時間はかかってないと思うけど。ね、上り6時間、下り7時間で。さっきトイレにね、そんなこと書いてありました。6時間かかってないと思うけど。3時間以上かかってんな。3時間半ぐらいかな。まあまあかかりましたね。いや、ね、ちょっと、シャリバで気味になって、途中でね、アメちゃん舐めたり。いろいろしましたけど、なんとかね、ここまでたどり着くことができました。はい、面白いです。はい、なんかね、雲取山のね、山頂っぽいのがね、ここにあるんですけどね、多分ね、雲取山の山頂をね、各県が取り合ってるんですよね。で、本当の三角点はね、ここじゃないんですよ。これ、山梨県は多分ここにあるんだけど、山梨県の山頂はここなんですけどね、雲取山ね、山頂は実はね、ここのね、小屋の奥にあるんですよね。ここで満足して帰らないようにお気をつけて、お越しください。あっちのね、奥にね、石のね、立派な、東京都が建てたやつは石のなんかね、ピラミッドみたいのがあるんで、それがね、山頂かな、と思います。まあ、そんな遠くないんでね、5分ぐらい、5分も歩かないか、すぐそこですから、ね、せっかくなんでね、足を伸ばしていただいた方がいいかと思います。あとでね、ここでお休みを、休憩を入れますんで、はい。ね、小屋の裏通れますけど、普通に回っていった方が多分歩きやすいです。ちょっと凍ってるからね、気をつけていきましょうね。うわ、はい、うん、はい、そう見てくれば、はい、雲取山ね、着きましたよ。ね、なんかね、たくさんあるんですよ、山頂氷柱が。奪い合い、雲取の山荘はうちのもんだって。こっちが多分山梨県かな。ちょっと崖になってるから気をつけていきましょう。ほら、これ埼玉県かな。秩父観光協会だから埼玉県だな。あ、そうなの、八ヶ岳、右端の、うん、はい、という感じでね、素晴らしいですね。富士山も眺めて、富士山からの、南アルプスからの、雲取山の氷柱からのっていう感じですね。よいしょ、はい、
昼畑も見えるね。昼、丹沢、あ、北岳、カイコマ。カイコマはあのボコボコに乗ってるやつか、うん、雪がさすがに。そうあれだね、その隣のやつが、あ、あれは八ヶ岳の赤岳な。距離感が同じに見えるけど全然違うってことだね。いや面白いな。拳は見えないの、拳。浅間山とか見えるよね、多分ね。見えるね。クソでかいもんね、浅間山。あのクソでかいやつか。ちょっと今雲にかかっちゃってるけど。あのね、はい、山頂ね、そこら辺ですね。ほんと2、3分歩いたところ、すぐそこ。で、ニャンゴ屋はここ。で、トイレね、ここです。でね、トイレはね、ちょっとね、さすがにね、冬なんでね、使えないかなと思ってです。ここね、そう。てかその前にあのあれですね、ここね避難小屋のこのトイレね、あのジップトイレとかじゃなくて普通に使えるんですよ、公衆便所でね。さすがにもう使えないかなと思ってたんですけど、普通に使えましたね。すげえな、なんか東京都と山梨と埼玉でやっぱ奪い合ってるだけあって、ちょっと多分ね過剰サービスがねいろんなところで発生してるんだと思います。普通に使えました、すごいわね。あの激戦区ってやっぱこうサービスが過剰になりがちじゃないですか。そんな感じですね。じゃあね、山小屋でご飯食べようと思います。はい、山小屋はねちょっと密な状態になってたんで、あの小池百合子さんの指示に従って私は密を避けて、外でね、ここもねもう日当たり良くてね、あの風がないんでね、全然ここでもね凍える感じじゃないですよ、真冬とはいえ。はい、そんな感じですね。でね、気温がねこれ、まあ、日当たりいいんでちょっと今少しずつ上がってますけど、0度ですね。多分日陰に置いといたらもっと下がるんじゃないかな。まあ、黒くてね、このルックが結構熱を吸収するんで、あれですね、まあ、ちょうど氷点下0度ぐらい、まあまあまあっていうところですね。で、今日はね、グラタンコロッケパン。ね、パンも今ね、値上がりしちゃってね、なかなかきついですね。あとね、練乳ミルクね、ここら辺で糖質も取りつつ、ね、油分と塩分も取りつつ、行きたいと思います。はい、妻はねパンを焼こうと、あ、チャッカマンあるでしょ、チャッカマン、パンを焼こうと頑張ってます。すげえガスくせえ、これ刺さってる、ちゃんと。あ、ついたついた。パンを焼いてね、あの卵を塗って食べるそうです。はい、このねフランスパン、え、でもほとんどないじゃん、このフランスパンをバターで焼いて、バターをつけて焼いて食べるだけでうまいっていうね、素晴らしい量ですね。卵もねありますんで、卵パンにもできるっていう、これはすごいですね。雪山の上で熱々のパンが食える贅沢ですね。バターだけでもうまい、もう最高ですね。はい、避難小屋はねちょっと開いたんで、結構ちゃんとしてますね。すごいね。二重扉でね。まぁ、ちょっと今開いちゃってるんですけど、入ってきたんで。11時半。気温がね、マイナス、まぁ、寒いな。3度ぐらいか。まぁまぁ寒いですけどね。綺麗な避難小屋が、ね、あってね、トイレもちゃんと使えて、ここでね、ビバークできますね。はい。こんな感じです。じゃあ、ね、使うことはなかったんですけど、そのまま出ます。はい。さっきね、こっち行ってね、鹿がね、遭遇したとこですね、分岐。ちょっと帰りはね、登ってみましょうか。ちょっとね、余裕もあるし。はい。なんかね、チェーンスパー履いたんでね、だいぶね、あの、アップダウンもね、安心していけますね。はい。こんな感じですね。いや、結構バッキバキに凍ってます。もう昼なんですけどね、時間はね。まあ、そんな感じでね、そこは多分、まあ、ショーピークなんで、ね、そんなにね、激しい登りではないかな、という感じで、ございます。はい、富士山ね、だいぶ雲にやられてますね。今ね、山頂から、どんぐらいだろう、150メートルぐらい降りてきたのかな。よもぎの頭というショーピークですね。さっきね、そこからね、左に巻いて行ったんですけど、今回はね、ちゃんと今、戻るときはね、登ってきました。ここをね、降りて、鳴瀬市山方面行きましょう。いや、景色はずっといい。ほんと、ここね、日当たりもいいんでね。あの、まあ、さっきから同じことばっか言ってますけど、非常にいい。ね、
雪もね、ここは溶けてるっていうよりもともとなかった感じですね。そんな感じで安心して、行けますね。はい、正面にね、七ツ石山。だいぶ戻ってきました。もうちょっとね、右に行く分岐がね、巻くんで、巻く道の分岐がね、出てくると思うんですけどね。さっきね、多分ここら辺ね、間違いなく動画撮ったんですけどね。このね、一大ランドマークをね、完全にスルーしてましたね。皆さんはもうお気づきだと思いますね。山に詳しい皆さんなら。これね、この木、すごい、ダンシングツリーですね。ダンシングツリーを、私は全然気づかずに、息にスルーしてしまいまして、山頂あたりでね、妻に言われてね、見たって言われて、えって、あ、そういえば、みたいな感じになったというわけですね。このダンシングツリー。いや、全然、意識してれば全然わかるじゃん。ねえ。本当に。何なんすか、この感じよ。いやーね。ちょっともう、反省しないといけないですね。こういうね、感性のね、感度の低いところがね、多分ね、視聴者さんをイライラさせてるんじゃないかと、本当、不安でしょうがないです。まあ、しっかりと収めておきましょう。はい。いやー、でね、やっぱり、あんだけさ、目立ってるダンシングツリー、普通にしてたら気づくじゃん、無意識でも。あれ、この木面白いな、なんてさ、思うじゃないですか。でもなんかさ、全然わかんないですよ。例えるならばね、芸能人が目の前にいて、まあ普通の人だったら、普通の感じだったら多分ね、オーラが違うとかですぐ気づくと思うんですけど、私はね、多分ね、全然気づけない。で、あの人みたいな感じで周りの人とかに言われて、え?ってなって、おーって、たまにそれでもわかんなくて、誰だっけみたいな感じになる時もあるんですよ。あれ、どっかに見たことだけど、友達か先輩かなみたいな。なんかそんなね、感じの時とかもね、あったりね。いや、ほんとね、感度が低くて申し訳ないなと思います。ほんとに。そこはね、志村後ろじゃないですけどね、まあ、そういう、なんかコントだと思ってね、見ていただければよろしいのかと思います。というわけで、はい、もうちょいだ。ね、もちろんね、あそこのね、バッキバキのね、雪山前とした、七ツ石山は行きませんので、もうね、さっき降りてきて結構辛かったんで、このままね、そこら辺からね、右のね、巻き道に入っていきたいと思います。はい、さっきね、あんま撮れなかったですけど、瞑想ルートのとこね、ブナ坂。はい、山頂から 3.5 キロ歩いてきたそうです。鴨沢ね、こっちにね、降りていきましょう。あ、通行止めだから、なんとか、日っ原。日の原ってものかな、わかんないけど。はい。で、石尾根のね、七ツ石越えの方には行かないです。こっち側に行きます。今ね、巻き道を歩いてって、小分岐ですね。猫の股。猫好きにはたまらないですね。こっからね、こっち行くと、さっき、七ツ石越えの先にね、水場があったと思うんですけど、あそこにね、合流する道。結構ね、雪がね、がっつり乗ってるんで、チェーンスパイいると思います。で、まあ、あっちのね、方に行ってもしょうがないんで、とりあえずね、小袖鴨沢、こっちのね、七ツ石越えの下のまで行けるルートを今、進むことにします。はい。すごいですね、これ。バッキバキにね、凍ってますね。川がね、バッキバキに凍ってます。近くで見てみましょうかね。うわぁ、ちょっと怖い。この、アスレチカルな、ちょっと下が見える。ね、あんま見ないように行けよって話ですけど、見ちゃうもんはしょうがないね。はい。滝が凍ってますよ。氷瀑。氷瀑っていうほどでもないけど。ああ、でもちょっと流れてる。ほら、ぬおんぬおんぬおんってなってる。気持ち悪い。見えます？ちょぽちょぽ行ってるから、中でこう、虫が張ってるみたいな。いや、すごいですね。もうバッキバキに凍ってるわ。寒いからね。寒いのがちょっと溶けて流れてる感じかな。すごいですよ、これ。この上からずっと凍ってますからね。はい。いいもん見れましたね、こっちの巻き道。いや、巻き道いいな。なんか巻き道ってこう、基本なんていうんですか、こう、挑戦しない時に行く道なんで。なんかあんまりね、地味な感じが多いんですけど、さっきも鹿見れたしね、巻いたら巻いたでいいことあるなっていう感じはしますね。
まあもうちょっとね、本来の登山道復旧しますんで、復帰しますんで、もうちょっとですね。はい、行きましょう。はい、そこにね、ちょっとね、近くで撮れよってね、チャニッパっていうね、10分の5のところがあるんですけど、まあこれはね、ランドマークで、まあここでお茶を飲んだらしいんですけど、そういうところがあって、ここのね、ところに、ね、地図でね、ヤマップの地図で言うとね、水場のマークがあるけど、どこなんだろうって思ってたんですけど、これですね。これ。いや、まあ今はね、もちろんバキバキに凍ってるんで、まあバキバキって言いたいだけなんですけど、凍ってるんでちょっと使えないんですけど、ここでね、多分、あそこだ。あ、いやいや、ここじゃないな。もっと上にね、あそこに水がありますよ。あ、ちょっと水って書いてあるんだよ、親切に。普通に使えそうですね。まだ、トクトクと湧いてますね。ちょっと今は用ないんで、ようやくね、さっきちょっとずつね、ポカリスエット、アクエリアスを飲み始めたくらいなんでね、持ってきたやつを。もう私はいらないんですけど、まあ、水はたっぷり湧いてましたね。水が必要なのはこのチャニッパ。ちょっと、チャニッパまでのところに、あるということでね、登りの時とかね、必要だったらそこで汲むといいと思います。ちょっとやっぱ水量少なかったですね。冬なんでね。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけでね、そこから、降りてきました。時間がね、今ね、2時ぐらいだから、14時で6時間40分ぐらいかな。ほら、炭治郎ねずこ。なんか、ちょっとね、そう、雲取山、そうだ、今思い出したんですけど、ね、かまど炭治郎とねずこのね、出生の地みたいな設定だったと思います。というわけでね、雲取山、非常にね、いい山でしたね。雲取山ね、非常にね、いい山でした。ゆったりとね、登って、下って、ところどころね、急登があったり、急降下があったりして、そこにまあ雪が乗ってたりすると、ちょっと大変だったりはするんですけど、まあ基本的にはね、登りやすい、山ということで、今ね、20キロ歩いたんですけど、標高差も1200ぐらいあったのかな。ですけど、まあ気持ちよくね、今心地よい疲労感とともに、キロについてるというところでございます。はい、というわけでね、非常にいい山だったと思うんでね、厳冬期の雲取山ぜひおすすめです。はい、でね、このチャンネル、まあ今回こんな感じなんですけど、このチャンネルはね、登山とね、旅行とね、レジャーと飲食、ここはね、まあ私がね楽しむんですけど、そこの中でね、いろんな情報をね、皆さんに提供していきたいというチャンネルと、なっておりますんでね、ぜひね、チャンネル登録とね、グッドボタン、いただけますと幸いです。皆さんのね、そのね、ポチリがね、私の、モチベになりますんで、本当ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。という感じで、今回こんな感じなんですけどね、またね、次の動画でお会いできればと思います。はい、さよなら。